グラスに入ったグラッパグラッパ瓶ベネツィアのバールで売られている観光客向けのグラッパの瓶詰めグラッパはイタリア特産の蒸留酒でブランデーの一種。ワインを蒸留して作る一般的なブランデーとは違い、ポマースを発酵させたアルコールを蒸留して作る。多くは損熟成を行わないので無色透明だが、ブドウの香りを程よく残す。アルコール度数は30度から60度。 香り付けしたものもある。イタリアではポピュラーな酒で食後酒としてよく飲まれる。バールにも置かれている。グラッパは度数が高いためリキュールを作成する際にも使用される。また、イタリア中部ではエスプレッソコーヒーに3杯から4杯の砂糖を入れてかき混ぜずに飲み、カップの底に砂糖が溜まっているのでそこにグラッパを注ぎ、飲むという変わった方法がある。 EU の法律でグラッパと呼べるものはイタリアで作られたものと決められている。ブドウの絞りカスを元に製造するためカストリブランデーといい、フランスのマールなどもこれに含まれるが、長期の存熟成を経てから製品化される点がグラッパとは異なる。ただしグラッパでも存熟成をしたものもある。グラッパはイタリア全土で作られるが、有名な町としては、 ベネツィアの北西にあるバッサーのデルグラッパがあり、グラッパによる町おこしが盛んである。この町には、ポーリシャによるグラッパ博物館がある。グラッパの名は、古いゲルマン語からの借用語で、英語、グレープと同じ系統であるという。また、バッサーのデルグラッパという町の名に語源を求める説もあるが、この町自体もまたグラッパの名産地である。日本での認知度は、 一般的なブランデーやウイスキーに比べるとはるかに低いが20世紀末のイタリア料理ブームが来るとイタリア料理店の増加とともに百貨店の洋酒売り場や比較的大型の種類販売店などにも置かれるようになった。しかし日本で展開するコーヒーチェーンやイタリア風のバールとして営業する店でも種類の提供は行わないことが多くグラッパを外食時に飲むのは難しい。 日本国内で展開するカフェチェーンのセガフレードザネッティではグラッパが提供され、イタリアンレストランチェーンサイゼリアのメニューにグラッパが加わった。そのため、以前と比べて比較的多いに、また安価で飲めるようになった。ウィキメディアコモンズにはグラッパに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。